ドラマーのアントニオ・サンチェスアントニオ・サンチェスは、メキシコ系アメリカ人のジャズドラマーにして作曲家であり、ジャズギタリストであるパッド・メセニーとの仕事で最もよく知られている。2014年、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリト監督の映画、バードマンあるいはのオリジナルスコアを担当して、その人気が高まった。サウンドトラックアルバムは、2014年10月14日にリリースされた。 このスコアにより、ゴールデングローブ賞作曲賞と英国アカデミー賞作曲賞にノミネートされ、放送映画批評家協会賞作曲賞とサテライト賞作曲賞を獲得した。サンチェスはメキシコのメキシコシティで生まれ、5歳でドラムを始めた。10代の頃にはすでにプロとして演奏を始めていた。1993年にメキシコ国立音楽院で、 クラシックピアノの学位を取得した後、マサチューセッツ州ボストンに移り、バークリー音楽大学で学んだ。ジャズ研究をマグナクムラウデで卒業した後、サンチェスは、ボストンのニューイングランド音楽院で、ジャズインプロビゼーションにおける、マスターズの奨学金を取得した。サンチェスは、メキシコの俳優イグナシオロペスタールソの孫にあたる。サンチェスがまだ音楽院にいる間、 彼の教師であるダニーロ・ペレスが、ディジー・ガレスピーの国連オーケストラにおけるドラム担当として、パキート・デリベラに推薦し、オーケストラとのツアーに参加した。1997年後半、ペレスはサンチェスを自身のアコースティックトリオの一員として招き、その結果、大規模なツアーが行われ、グラミー賞にノミネートされることとなるアルバム、マザーランドのレコーディングが行われた。 ツアーによって、その演奏が、伝説的なギタリストであるパッド・メセニーの耳に入り、サンチェスは一連のオーディションの後に、ドラマーとして、パッド・メセニーグループに加わることを勧められた。グループは、サンチェスと2枚のアルバムを録音した。最初の1枚である、スピーキング・オブ・ナウは、2003年に、グラミー賞で、コンテンポラリー・ジャズ・アルバムの最優秀賞を受賞した。 同盟のツアーを収録した DVD もリリースされている。2枚目のアルバム、The Way Up は2005年1月にリリースされた。サンチェスはメセニーの指揮のもと、様々なカルテットやトリオにも参加している。パッドメセニートリオが2008年1月にアルバム、デートリップをリリースし、ジャズ評価の間で高い評価を得た。2012年には、パッドメセニーのアルバム、 ユニティバンドでもドラマーを務めた。2006年、サンチェスはニューヨーク大学の学部に加わった。翌年、CAM ジャズから最初のソロアルバムマイグレーションを録音した。アルバムにはパッド・メセニー、チック・コリア、クリス・ポッター、デビッド・サンチェス、スコット・コリーが含まれた。オール・アバウト・ジャズはそれを2007年最高のデビュー作品の一つと呼んだ。 サンチェスはこのアルバムについて次のように述べている。これがドラマーのアルバムだと言われたくなかったんです。それがどんな楽器奏者からでも作られうる何かであって欲しかった。音楽に関してはソロをどれだけ盛り込んだかではなく自分が楽器を吹いたとして十分に叩けたか否かでした。音楽がとてもメロディックでアクセスしやすく本当に良い相互作用がたくさんあるようにしたかったんです。 2010年、サンチェスは2枚目のソロアルバム、ライブイン、ニューヨークアットジャズスタンダードをリリースし、好評を博した。2枚組となったライブアルバムは、アルトサックスのミゲル・ゼノン、テナーサックスのデビット・サンチェス、アコースティックベースのスコット・コリーラによるアントニオのバンドがアメリカツアーの後にニューヨークにあるジャズ・スタンダードにてレコーディングされた。 2013年には3枚目のソロアルバムをリリースした。アルバム、ニューライフは2012年1月に録音された。オリジナル8曲が収録されており、ボーカルはタナー・アレクサ、アルト・サックスはデビッド・ビニー、テナー・サックスはダニー・マキャスリン、ピアノはジョン・エスクリート、ベースはマット・ブルーアーをフィーチャーしている。すべてのソロアルバムはカム・ジャズ・レーベルからリリースされている。 2014年、サンチェスは、バードマンあるいはの映画スコアを作成。サウンドトラックアルバムが2014年10月14日にリリースされた。このスコアによって、ゴールデングローブ賞作曲賞と英国アカデミー賞作曲賞などにノミネートされた。そして彼は、放送映画批評家協会賞作曲賞とサテライト賞作曲賞を獲得した。しかし、この映画には、 クラシック音楽もかなり使用されていたため、アカデミー作曲賞を獲得する資格を彼は持っていなかった。サンチェスの2017年のアルバム、バッド・オンブレがグラミー賞の最優秀コンテンポラリー・インストゥルメンタル・アルバムにノミネートを彼にもたらした。サンチェスは2019年もパッド・メセニーのバンドに参加し続け、広範囲にわたるツアーを行い、2020年に 新しいアルバム、フロムディスプレイスをリリースした。サンチェスは、ヤマハのドラム、レモノ、ドラムヘッド、ジルジャンのシンバルとスティック、LP パーカッションのみを演奏している。マイケル・ブレッカーではブジャナ・ゲイリー・バートン・アビシャイ、コーエン・スコット・コリー・チック・コリア・ベンディック・ホフセス、パッド・メセニー・エンリコ・ピエラ・ヌンツィ。ありがとうございます。